17号では、庭の木箱とキャビネットに置くキャンディーボックス、2種類のキャベツとキャベツ畑を組み立てます。今回付属するパーツです。17号では、6号で組み立てた畑と7号で付属した畑の土を使用します。はじめに、木箱シートを5つのパーツに切り分けます。続けて、切り分けたパーツの配置を確認します。次に、底板と枠 A に接着剤を塗り、組み合わせて接着します。同様に、もう一方の枠 A も接着します。次に、底板と枠 A、枠 B に接着剤を塗り、枠 A、B の凹凸面を組み合わせて接着します。同様に、もう一方の枠 B もはめ込み、接着します。同じ要領で、もう一つの木箱も組み立てましょう。次に、キャンディーボックスを台紙から切り取り、裏面のガイドに沿って折ります。続けて、一番端の面に接着剤を塗り、反対側の端の面と貼り合わせます。すべての面を折り込めば、キャンディーボックスの完成です。同様に、もう一個のキャンディーボックスを組み立てましょう。次に、畑のキャベツと畑のキャベツの外葉をランナーから切り離します。畑のキャベツの外葉の軸部分に接着剤を塗り、畑のキャベツの穴に差し込んで接着します。同様に残りの11個も組み立てましょう。次に収穫後のキャベツをランナーから切り離します。続けて、収穫後のキャベツを先ほど組み立てた木箱の一つに入れましょう。次に、畑の土を3分の1ほど取り出します。残りの土は、後の号で使用するので、密閉して、保存しておきましょう。次に、6号で組み立てた畑に、土を入れ、均等に広げて、平
平らになるようにならします。続けて、先ほど組み立てた畑のキャベツを並べていきます。3個かける4列で並べれば、キャベツ畑の完成です。これで17号の組み立ては終了です。